マニー大橋のマニーはマニアックなマニーです。今週のうんちくです。松山ケンイチさん、青森県出身、31歳、まだ若手俳優さんなんですね。まあ女優の小雪さんと結婚してね、お子様もいらっしゃいますけれども、この方ですね、デビューはテレビドラマ極戦の生徒役だったんですね。最初はそんなに目立つ役ではなかったんですが、転機となったのは2005年、佐藤純也監督の男たちの大和、これでですね、まあ、中谷達也さん扮する、まあ、老人の若い頃の兵、まあ、あの兵 の, はあの役をやったんですけれども、これをですね見出したのはあの角川春樹さんなんですね。角川プロデューサーが松山ケンイチさんをこいつだってことで見初めたわけです。角川さんといえば薬師丸ひろ子さん、原田知世さんを見出したことで有名な名プロデューサーですから、その眼鏡にかなったという意味では非常にね、まあ、印象的です。その後に主演したのがデスノートの L 役なんですね。どんな役でも自分をこう自在に変えて、心情からアプローチして、そして肉体をも変化していく、まあ、まさにこの松山ケンイチさんのアプローチが今回紹介したサトシの青春、どんな風に仕上がっているか非常に楽しみでございます。